こんにちは、イーパソです。今回は小さいけど便利さ抜群、時間を管理できるアプリミニタイマーをご紹介します。このアプリは1カウントダウン、2アラーム、3ストップウォッチと3通りの使い方ができる優れものです。それでは操作方法です。ではまずミニタイマーを検索しましょう。ミニタイマーとカタカナで検索します。下の方を表示しますと、ミニタイマーの詳細情報、ベクターソフトを探す、この文字を見つけましたらクリックしましょう。クリックです。ベクターのページに飛びました。ミニタイマーが表示されています。3つの機能、カウントダウン、アラーム、ストップウォッチを備えたタイマー、もう本当にこちら便利です。まず受講生に一番にこちらダウンロードしてもらってます。下の方を表示しますと、ダウンロードはこちらという緑のボタンが出てきます。この緑のボタンを今から3回クリックするとダウンロードができます。ダウンロードというのは、パソコンの入り口までこのミニタイマーのソフトを持ってくるという作業です。では1回目のクリックいきましょう。クリックです。次のページが表示されました。下の方をスクロールしますと、2つ目のダウンロードページが表示されます。では2回目のクリックです。はい、クリック。3回目の緑のボタンが表示されました。このソフトを今すぐダウンロード、こちらをクリックしましょう。クリックです。そうしますと、左下に VB タイマーというボタンが表示されます。これでミニタイマーのソフトを自分のパソコンの入り口に持ってくることができました。今度はパソコンの中に組み込む作業をインストールと言います。この VB タイマーのボタンをダブルクリックしてパソコンの中に組み込みましょう。ダブルクリックです。はい、新しくフォルダが開きました。よく見ますと、左上のところ、こちらとこちらですね、フォルダにジッパーがついてるんですよね。このジッパーは布団圧縮袋をイメージしてください。圧縮袋に入っているもの使えませんよね。まず圧縮袋から出す作業が必要になってきます。ここに圧縮フォルダツール展開とあります。展開というのが圧縮袋の中身を出す作業です。ではこの圧縮フォルダツールという文字をクリックしましょう。クリックしますと、すべて展開というアイコンが出てきます。こちらで中身を取り出します。すべて展開です。クリックです。圧縮フォルダの展開というボックスが開きました。ダイアログボックスって言います。で、今からどちらのお部屋に展開しますかと今聞かれている状態です。デスクトップがあったり、ダウンロードがあったり、ドキュメントあったり、どこに保存しますかということです。ドキュメントに保存していきましょう。参照ボタンからドキュメントを選びます。はい、ドキュメント、フォルダの選択です。ここがドキュメントということで選ばれました。ではドキュメントに展開です。クリックです。ドキュメントフォルダが開きました。そしてこの中に VB タイマー入りました。これで VB タイマーが使えるようになりました。 VB タイマーフォルダの中身はダブルクリックしますと見えてきます。こちらをダブルクリックしますと、はい、こんな風にちっちゃいアプリが出てきました。これがミニタイマーです。ミニタイマーはとても便利な機能ですので、よく使いたいという場合は一番下のタスクバーに置いておくことをお勧めします。このタスクバーに置く方法ですが、ダウンロードの時だけではなく、後からも設定ができます。では後から設定する方法を一緒にやっていきましょう。まず一旦こちら×ボタンにします。後からする場合はタスクバーのエクスプローラーというこの黄色のフォルダをクリックしましょう。クリックです。左側のドキュメント、こちらを1回クリックします。この中に VB タイマーと入っていますので、こちらをダブルクリックしましょう。ダブルクリックです。そうしますと時計のアイコンが見えます。この時計のアイコンに合わせまして、いきなり右クリックを1回してください。はい、右クリックです。
そうすると、そこでできるメニューが出てきますので、真ん中ら辺にタスクバーにピン止めする。はい、こちらを左クリック1回します。はい、クリックです。そうしますと、タスクバーにミニタイマーのアイコンが表示されました。こちらで設定完了です。この分はもう×で閉じて結構です。これからはパソコンを起動しましたら、いつもタスクバーにミニタイマーが入っていますので、起動させるときは、このミニタイマーに合わせて1回のクリック、シングルクリックとも言いますが、1回のクリックで起動します。はい、クリックです。起動しました。このようにタスクバーに置くと非常に使い勝手がいいので、ぜひお試しください。ミニタイマーの3つの機能を具体的に見ていきましょう。では、カウントダウンからご説明します。カウントダウンをクリックです。一番上がカウントダウンになっています。カウントダウンは設定した時間から1秒ずつ減っていき、0秒になったらお知らせしてくれる機能です。どんなに集中していても、時間になりましたらカウントダウンが終了しましたと画面中央に表示されますので、気づかないという心配はありません。まず、事前登録方法です。メニューのモードからクリックしましょう。一番下のオプションをクリックします。オプションに合わせてクリックです。左上のカウントダウン。枠が5つあり、すでに3分、4分、5分と3箇所に文字が入っています。これを10分ずつの入力にしていきたいと思います。文字をドラッグして10。文字をドラッグして20。または5の後ろをクリックしてバックスペース。こちらから30と入力しても OK です。40、50、これで5つの登録ができました。時間が決まりましたら、一番下の決定ボタンをクリックします。クリックです。そうしますと、更新してもよろしいですかと出てきますので、はいのボタンを押しましょう。クリックです。設定した時間はメニューのセットから選択できるようになります。セットをクリックしてみましょう。5つ出てきました。例えばこの中から20分を使いたい場合は20分に合わせてクリックしましょう。そうするとこちらの表示が20分に変わります。ではカウントダウンを始めるときです。右側の三角ボタンをクリックしましょう。そうすると1秒ずつ時間が減っていき、0秒になったらお知らせしてくれます。カウントダウンを一時停止したい場合は、四角のボタンに変わっていますので、こちらをクリックします。ストップボタンです。はい、クリックしますと時間がストップします。また再び再開したい場合は、再度三角のボタンになっていますので、こちらをクリックします。すると続きからカウントダウンが始まります。ストップします。途中から違うカウントダウンの時間を設定したい場合は、セットから新しい時間をセットしてください。次に手動で時間を設定する方法です。まず入力モードは英数入力の A にしておきましょう。こちらの通知領域をご覧ください。もし A になっていなかった場合は、半角全角キーで A にしておきましょう。次に表示されている時間をドラッグして、設定したい時間を入力していきます。分だけの場合は、その数字だけを入れればいいです。例えば5分の場合は5と入れて、1回エンターを押します。そしてスタートしたいときは、この三角ボタンをクリックすると、1秒ずつ減っていきます。そして今5分だけでしたので5と入力しましたが、3分半という場合でしたら、こちらドラッグしまして3コロンというのを入れます。コロンはけのところにあります。コロンはちょんちょんという記号です。そして30と入力して1回だけエンターを押します。これで3分半の設定ができました。スタートするときは三角のボタンです。クリックです。そうすると1秒ずつ時間が減っていきます。
このようにカウントダウンはセット、こちらのセットから5つ事前登録ができますし、またはドラッグしまして、その都度、例えば5分でしたら5と入力してエンター、このように手動で設定する方法の2通りがあります。以上でカウントダウンの説明は終わりです。アラームの使い方です。アラームの主な使い方は、指定した時刻になったらお知らせしてくれる目覚ましのような機能です。または今の時刻から何分後という使い方もできます。アラームも事前登録と手動設定の2通りがあります。では事前登録をしていきましょう。メニューのモードからモードをクリックします。オプションをクリック。上から2番目にアラームとあります。こちらも5つ設定ができます。10の後ろをクリックしまして、バックスペースで0だけ消します。そして30分のところをドラッグして2と入れます。60分のところを3と入れます。はい、4、はい、5、まあ分かりやすくこのように 1,2,3,4,5 分というふうにアラームを設定します。時間決まりましたら決定ボタンを押しましょう。はい、決定です。そうしますと、更新してもよろしいですかと出ますので、はいをクリックしましょう。実際アラームを使っていきましょう。まず今カウントダウンになっていますので、アラームに切り替えます。メニューのモードをクリック。こちらから上から2番目のアラームをクリック。そうしますと、メニューバーがアラームに変わります。そして先ほど時刻を設定したものは、メニューのセットからセットをクリックしますと5つ出てきます。この中から3分後、はい、こちらをクリックしていきましょう。3分です。そうしますと、今9時19分ですので、3分後の9時22分、こちらでもう設定が完了しました。あとは時間が来るのを待つだけです。はい、設定した時間になりましたと出ました。では次にアラームの手動設定の方法です。やはりモードからアラームをクリックします。今9時33分に設定されていますが、はい、9時35分としてみましょう。9:35と、そしてエンターです。はい、設定した時間になりましたとアラームが時刻を教えてくれました。また他の使い方ができます。こちらにプラス10とあります。この10をクリックしますと、今9時35分ですが10分後と、もう1回クリックしますと20分後、クリックするごとに時間が追加されていきます。簡単に時間設定、10分後とかに行いたいときは、こちらのボタンをクリックするというのも使い方でできます。以上、アラームの使い方でした。ストップウォッチの使い方です。ストップウォッチは0から1秒ずつ時間が加算されていく機能です。ストップウォッチを使ってみましょう。メニューバーのモードから、上から3番目のストップウォッチをクリックします。そうしますと、表示時間が0になります。用意スタートで三角ボタンのスタートボタンをクリックします。はい、クリックです。そうしますと、1秒ごとにカウントされていきます。三角ボタンはストップボタンの四角ボタンに変わります。やめたいところで四角の停止ボタンをクリックします。そうすると時間が止まります。もし続きから始めたい場合は、もう一度三角ボタンのスタートをクリックします。すると続きからカウントされます。一旦ストップします。もし最初からやり直したい場合は、またモードからストップウォッチに切り替えますと、0秒から再び始めることができます。ではスタートします。ストップボタンでストップ。以上がストップウォッチの使い方でした。次に配置方法や表示方法をご紹介します。配置方法は×ボタンの左横。はい、例えばカウントダウンとかアラームとかストップウォッチ。この文字をドラッグしますと好きな位置に配置ができます。
次に表示方法です。初期設定は他のアプリを起動するとミニタイマーが後ろ側に行ってしまうので隠れてしまいます。例えばワードを起動してみます。はい、ワードです。白紙の文章をクリックします。そうするとミニタイマーは起動しているんですが、ワードの後ろ側に行ってしまい見えなくなりました。タスクバーにありますミニタイマーのアイコンをクリックしますと表示されます。ですが常に最前面に表示したい場合、こちらはメニューのモードから常に手前に表示、こちらをクリックします。そうすると後から他のアプリを立ち上げても常にミニタイマーが最前面に表示されます。試しに今度は Excel を立ち上げてみます。はい、このようにミニタイマーが最前面に来ています。確認できたので、ワードとエクセルを閉じておきましょう。はい、ワードも閉じます。また、非表示にしたい場合は、マイナスのボタン、こちらをクリックします。そうすると、タスクバーに格納されます。再びタスクバーのこちらのアイコンをクリックしますと、また表示されます。最後にミニタイマーをやめたいときは×ボタンで閉じましょう。はい、クリックします。そうするとミニタイマー自体終わりました。使うときはタスクバーからワンクリック、一回のクリック、シングルクリックとも言います。こちらで起動することができます。以上、ミニタイマーの使い方でした。このチャンネルではインターネット上の楽しい、役立つ、便利な情報をワンポイントでご紹介しています。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。